はい、皆さんこんにちは。こんにちは。ハッピーマリッジの婚活コーチをしております松橋優子です。はい、同じく婚活コンサルタントをしております太田寛子です。はい、太田さん。はい、ね、私たちマチコンやお見合いパーティーやね、お見合いもね、お見合いも3万人以上の人たちを、はい、お世話してきましたけれども、3万人以上ですよ、ね、しかし、うん、なかなか結婚したいんだけどできないという方たちが、はい、実は多くいまして、多いです、そこでですね、うん、やっぱりこれは解決できる方法をお伝えしないといけないんじゃないのかということで、うん、そのね、実は私2年前に、うん、温めてたものがあるんです。温めてた。そう、うん、商標登録まで取って、取ってずっと温めてたんです。温めてた。で、いよいよっていうことで、はい、その名もブレインチェンジャーと。チェンジャーね、やっぱりちょっとこうね、見方、捉え方とか、うん、その考え方を変えると。いうことで、はい、いろいろとね変わってくるので、そこをですね、本当婚活だけでもなく、本当ビジネスでも、本当、うん、子育てでもね、うん、いろいろと使える形になりますんで、うん、はい、まずは今日は婚活をされている方たちのためにですね、何語、うん、どうして結果が出せれないのか、うん、ね、でまずは一つちょっとお伝えをね、はい、しようかなと思ってます。まずね、はい、価値観を変える思考を持たないと。価値観を変える思考、はい、ね、これを変えなければ、うん、今までと同じ結果になるわけですよ。同じ結果になっちゃう。そうなんですよ、うん、今自分の思う通りに、その価値観通りに、ね、生きてきたことが今の結果であるわけですよ、うん、で、ね、それがそういった結果になってるわけですよね。そういった結果、そういった結果っていうのもね、なんですけどね、うん、結果を出せないわけがあって、うん、その生き方をしている価値観を持ったままでは同じことを繰り返すってこと。そうなんですですよね、はい、うん、だから自分の可能性を実は制限してしまったりとかですね、うん、まあ一緒に思い込み、ね、思い込み、そう、思い込みがあったりとかですね、うん、例えばいい男性にね、まあ会いたいな、出会いがちょっと私には無理かもしれないとかですね、うん、難しいかもしれないとか、うん、ね、そんなことを思ったりしたら、うん、ダメなわけですよ、うんうん、あ、ダメなんだ、ダメなんです、うんうん、ね、あとはね、なんか、うん、どうせダメなんだから、うん、当たって砕けろなんて思ってもダメなわけですよ、うん、ダメなんだ、ダメなんですよ、うん、ね、まあ難しいかもしれないけど、うん、やるだけやってみようとか言うのもダメなんだ、うん、え、それもダメなんだ、それもダメなんです、あれ、もうそういうふうに思った時点でダメなんですよ、うん、ああ、もうダメだって思う、そのダメって思うそこがもうダメなんだね。そうなんです。うわ、ダメだそうなんですよ。でも私には必ずできるとかですね、うん、私にはそういった価値があるとか、うん、ね、私は彼にとって必要な彼女だとかね、絶対にいい結果が出るとか、うん、もうそういった考えを持っていないと、うん、ね、なかなか難しい、うん、強気だねまあいわゆるその、うん、言霊ってよく言うじゃないですか、うん、ね、言葉がそのまま、ね、うん、思考になって、うん、そのまま行動になっていくっていうようなね、うん、いうのがありますよね、言葉の魂ね。そうなんです、うん、だから本当にもともとそんな風に考えていると、うんうん、そうなってしまうんですよね。そっか、うん、だからそこで、ね、私はダメだって思った時に、そこでブレインチェンジャー、チェンジャーが必要になる。それはチェンジじゃないっていうね、そういう意味での
チェンジャーというようなね名前をつけたんですけれども、ね、まずはまあ朝起きて、うん、よし今日は一日ね、うん、楽しく過ごすぞ、ね、今日いい出会いを見つけるぞとかね、うん、思えるような形にしないと、うん、まずはですねそうならないとか、こう引き寄せの法則もありますからね、うんうんうん、そういった意味でね、そうなんだ、あとは、うん、あの成功している人、うん、ね、うん、やっぱりあの周りに結婚してない人、うん、結婚できてない人たちが周りにいっぱいいると、うんうん、これもまたあれ実はなかなか結婚できないわけです。で自分が幸せな結婚を、うん、こんな風な夫婦になりたいなと思うようであったら、うんうん、その方たちに近づくことが、うん、なるほど。で、うん、その方たちのどんな風な価値観を持っているのかっていう考え方をですね、うんうん、知ることも一つの方法です。なるほどね。やっぱりね、幸せな人はですね、幸せな人が周りにいます、うん、これは本当そういう意味ではですね、そうなんです。婚活仲間と一緒につるんでちゃダメなんだね。ダメです、ダメです、ダメです。だってうまくいってない人と一緒にいたらうまくいくわけがないわけですよ。あ、じゃあそれは、うん、成功している人といないと、うんうん、どうやったら成功するのかと、うん、まあね、結婚が成功するとかではないですけれども、うんうん、どうやったら幸せになれるのか、幸せな人と出会えるのかとか、自分に合った人と出会えるのかというのがですね、うん、それで出会った人にまずは周りにいないと、うんうん、なかなか難しいですね。なるほど、そうかも、うん、なので、まずはですねご自分の考え方を変えるということと、近くに幸せな人ぜひ見つけて、見つけてその方と一緒にですねなるべく過ごすような形をしてください。今日はまずはそこまでということで、じゃあ皆さん、何かあったらブレインチェンジャーです。